こんにちは、ドリブルデザイナーです。はい、今日はアウトインサークルという技をやります。アウトイン、アウトインでボールを触って、右左右左でボールを触りながら円を描くような形でボールをタッチするトレーニングです。この動きが得意な選手はデンベレ選手っていう選手なんですけど、デンベレはこのドリブルでかなりのディフェンスを葬ってる。でこのドリブルができるようになると、ディフェンスとタイミングが合わなくなったり、距離の部分でね、自分が優位なものっていうのを作り出しやすくなるので、ぜひ習得してください。それではリズムに乗ってトレーニングしていきましょう。ずーっと回るもよし。反対回りに、それもよし。八の字のようなね、こういう動きをするのよし。はい、アウトインサークルって言ってるのに丸2つ書いて八の字にしちゃった。まあ本当に慣れてきたら自由に丸を描くような動きができれば、どのようなやり方でもいいので、ぜひ習得してみてください。ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録よろしく。サンキュー。